奄美大島は日本でいえば南の方で本州の最南端が鹿児島でしてその鹿児島県の離島という形であの位置づけられててまあ沖縄に次いで大きな島あの南西諸島って言われるところではに当たると思います古い時代は琉球それこそ沖縄のことを琉球 って言って琉球王国っていうのがありまして、それのまあ一番端に属して琉球王国に琉球の時代があって、その後、あの、薩摩っていう、さっき言った鹿児島が薩摩藩っていう時代に、あの、えー、薩摩が琉球征伐っていうのを琉球と戦った時代があって、で、まあ、 その時に、アマミは今度、薩摩の方に、えっ、ー、と、取られるっていうか、薩摩の支配下にありまして、で、沖縄もそうですけど、アマミもサトウキビの栽培が盛んで、その時、薩摩藩が藩、藩の、ほとんどの資金って言ったらあれですけども、この、アマミヨシマの、えー、サトウキビで、 反の,の資金というか、もうすべて取り立てて、島民があのかじることもできなかったというか、全部なんす、搾取されたんですね。第二次世界大戦、まあ、日本が敗れて、えー、と琉球が、まあ、米軍の統治下になった時に、同じように奄美も統治下になりまして、ただ、沖縄よりか早く返還されたっていう。 10年ぐらい早く変換されてるんですけども、やっぱりそういう時代があって、だからよく奄美で言うのは、琉球の世と、薩摩の世と、アメリカの世と、世っていうのは世代の世って書いて、そういう時代があって、で今は、まあ一応、鹿児島に属してるというで、ね、いつもどこかに翻弄されてた島ではあるん 基地,を基地という基地はなかった。国際法上攻撃される島ではなかったんですけども、年前に作ることによって、もう国際法上、まあ、攻められてもしょうがない地になってしまったっていう。ただそれをそういうふうに理解している人は <laughs> 少なくて、島の人はあ、えーと、自衛隊が来てくれれば、 いろいろ助けてくれるっていうか、まあ、一番大きいのが自衛隊が入る4、5年前に大水害がありまして、その水害の時にやっぱり復旧作業とかそういうのをやっぱ自衛隊が来て、トンネルが塞がれたのを取り除いてくれたりとか、いうのがあって、そこに、うん、自衛隊が島にいてくれるとそういうのも素早くやってくれるんじゃないかっていうか勘違い。部隊が違うと、あの、ミサイル部隊がそういうことに、 携わるっててことはなくてそういうことは教えないで、まあ、自衛隊が来るといいことがあるよっていう、あのまあ、人口も、単純にはもう人口を増やしたいと、自衛隊が増えることによって家族が増えると、増えることによって経済も潤うと、あとは若い自衛隊員が集落に入ってくれれば、いろいろな行事にも協力してくれるっていう、まあ、いいことづくめのメリットだけを、まあ、誘致するときは。 言ってデメリットに関しては一切触れないっていうかね。っていう状況で、まあ、受け入れて解説してしまったんですけど、当初はミサイル部隊っていうことは隠されてて、自衛隊がただ駐屯するだけとみんな思ってたんで、あの、議員も一応誘致、賛成したんですけど、後からそのミサイル部隊っていうことが発表されて、多少、なんていうんですかね、 話が違うっていうふうには思ったんですけど、さらに今、通信部隊とか、よくわからない、まあ、のも、あの後から、だからどんどんもうできてしまえば、後から、後からね、いろんな、与那国もそうですけど、最初はね、警備部隊だったはずなんですけど、付き加えられちゃうんで、<laughs> あとは、ね、いろいろ追及しようとしても、 あの軍事機密なんでっていうことで何も答えない。もともと森だったところを伐採して作ってないので、もうすでにゴルフ場だとか、そういう産業廃棄物の生場所だったりとかいう場所なんで、うまいことを本当に、もう最初からそういうこともあったのかわからない、あったんじゃないかなと思うぐらい、あの、 いい場所目につけたんですね。うん、自衛隊と直接じゃないんですけど、その自衛隊がある、えっ、ー、と、下の集落に加藤っていう素晴らしい、うん、えっと、防波堤というか、コンクリート防波堤がないとこがあったんですけど、台風の影響で、えっ、ー、と、 浜が削られたということで、えっと、コンクリート工場を今進めようとしてるんですけども、そこの川が素晴らしい加徳川という川があって、琉球アユって言って、も沖縄にもいなくなったアユがいたりとか、そういう川が、後から、自然遺産に決定した後からプラスで、バッファゾーンつって、 自然遺産を作っているのに大変必要な大事な土地っていう、位置づけされました。されてるにもかかわらず、防波堤工事は、うん、当初のまま、うん、あの進めようとしてて、本来ならそこで、えー、とその遺産になる前から計画されてたんだから、遺産になったから、一旦計画を見直すということは普通はあり得る。 まあ、自然産ですら、自然のものですらそういう、そういう状態なんで、自衛隊で、だからそういう意味では全然歯止め、世界遺産になったからということではない、関係ないみたいな話です。うんうん